知花園子のハピスマアフタヌーン。時計の針は12時を回りました。 FM 小座をお聞きの皆さん、こんにちは。そして同時放送の FM 宜野湾、 FM 那覇をお聞きの皆さんもこんにちは。1週間ぶりでございます。知花園子のハピスマアフタヌーンをお届けします。寒いね、みんなどうしてますか？暖かい格好してますか？今週はずっと寒い日が続いてて、なんか調子狂いますね。沖縄らしくないっていう感じもするんですけども、まあ本来冬は寒いものであってね、これぐらい寒いと、まあ、風邪対策とかしっかり予防しなきゃなんて肝に銘じるような感じもしますけども、でも寒い。先ほどね、まあ、打ち合わせルームの方でゲストさんとかスタッフさんとも話してたんですけども、布団から出られないなんて話が聞こえたんですけどもね、皆さんどうでしょう。私は布団から出るのは平気なんですけどもね、家から出た瞬間一度ドア閉めましたね、この野郎とか思って寒すぎるでしょうとか思ったんですが、まあここに来るまでちょっとお家でのんびりしたもんですから、飼ってるね、猫とタマさんっていうんですけどね、タマ様っていうんですけど、彼とねもうこうイチャイチャしながらねゴロゴロしたんですけど、暖かいね、ケムクジャラの動物ってね、そばにいるだけでなんだかね気持ちも暖かくなってくるっていうのかな。なので私はだからいつも、まあ、タマ様と一緒に添い寝してるもんですからね、そんなに寒いなという感じはしないんですけども、まあニュースを昨日ね見たら、夕方のニュースでもやはりインフルエンザかなり流行しているということで、皆さん十分お気をつけくださいね。もう何だったかな、何人かに1人っていう確率でインフルエンザもう蔓延してるということなんですね。まあ私もね去年かかりましたのであまり強くは言えないんですけども、十分ね予防なさってください。さあ気になる天気なんですけども、今日ねやっぱ寒いだけあって、数字もなんか見てるだけで寒いなという感じがしますが、気象台発表によりますと、沖縄本島地方また先島諸島は大陸の高気圧の張り出しに伴う寒気の影響、また大東島地方は湿った空気の影響で曇っており、弱い雨の降っているところがありますと。まあ、ここ来る途中ポツポツとフロントガラスに水滴が落ちてきましたが、さほどそんなにね降ってるなっていう感じではありませんけどもね、なんだかそういう天気ですね。ずっとね軽く降ってどんよりして、ちょっとの晴れ間があってまた雨が降ってみたいなね、そんな感じですが、今日のお天気は曇りということですね。ところにより夜の初め頃まで雨の降るところもあるでしょうということです。この後の降水確率は 20% から 30%、 昨日とほぼ変わりない感じかな。ただ日中の最高気温が13度なんですね。寒いよね13度っていうと、私埼玉に住んでた頃に見た数字で言えば2月の昼間ぐらいの気温かな。あ、だいぶ暖かくなってきたなと思ってた数字なんですが、やっぱり沖縄に来ると慣れちゃうんだね。13度、寒いですね風がね、北の風がやや強く吹いています。波の高さ4メートル、うねりを伴うでしょうということですね。さあそして週末土日の天気も見ていきましょう。13日土曜日、明日ですけども、曇りのち時々晴れと、 20% 未満の降水確率ではありますけども、まだ気温は低いです。最高気温は16度までしか上がりません。明日もしっかりね防寒対策なさってください。そして14日日曜日です。曇り時々晴れとなりまして、降水確率は 20%、 気温はね通常に戻ってくるかな、19度になるということです。平年的には17度から21度ということなんですね。まあだから19度って沖縄の平均的な冬の気温という感じがいたしますね。まあ週末雨は心配ないという感じかな。なのでね、まあちょっと空気が乾燥するかと思いますので、日の
の元の、あ、ね、火の元取り扱いには十分いただいて、女性の方は乾燥対策ね、やっぱり水仕事すると手がすごいパキパキになるんですよね。私も昨日ぐらいからやっぱりちょっと手が乾燥してきたなということで、ちょっと苦手なハンドクリームを塗ったりなんかしますけどもね、しっかり乾燥対策なさってください。以上、本日のお天気でした。さあ、先週ゲストに入った東南植物楽園ね、新年明けて一発目のゲストということでね、いろんなお話しましたけども、東南植物楽園先週ね、ランチペア券2組様ご用意いただいたんですが、当選者銀のトロンボーンさんね、おめでとうございます。もう取りにいらしたということなので大丈夫だね。そしてもう一方がイーサーさんです。おめでとうございますね。お久しぶりにメールいただきました。ありがとうございます。まあ、スタッフとね連絡取ってイーサーさん泣いちゃうですからね、どうやって受け取るかはご相談なさってください。おめでとうございます。そして今週も素敵なリスナープレゼントご用意してますので、楽しみにしていてください。さあ、そしてね、今日前半ゲストが入ります。もう笑顔の可愛いね、彼女がもう、インターネットの方には映ってるんですけども、ゲストの後、後半のもしもしアーモン行こうかなと思うんですが、今日のもしもしアーモン。もしもあんたの夢叶えたるって言われたら、どんな夢を願いますか？ね、お正月定番のあのテレビ番組ありますよね。私録画しててね、まだ見てないんですけども、あれすごくね、ワクワクするんですよ。人の夢が叶うその経緯を見てるとね。なので皆さんね、もしあのテレビ番組に出るとしたらよどんな夢願いますか？まあ叶う夢、叶わない夢、いろいろあるかもしれません。叶わない夢って言ったらちょっと失礼かな。叶えるにはかなり現実的に難しい夢っていうのもあると思うんですけども、それでも構いません。たくさんのメールお待ちしております。メールアドレスはhiruraji12@gmail.com hiruraji 数字の12@gmail.com までお願いいたします。さあ、早速本日のオープニングナンバーです。米津玄師のピースサイン。
昼ラジ千葉のその子のハピスマアフタヌーン。この番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場ニューサンワ、沖縄市の丘の上沖縄グランメールリゾートの提供、ほか各社の協力でお送りします。千葉なその子のハピスマアフタヌーン。さあ本日1月の12日金曜日ですけども、昨日鏡開きだったねなんてね今話してたんですけども皆さんお餅食べたかしらね私今年やってないんですよ。というのもね、あの鏡餅買い忘れたんだと思って、年末年始なんかバタバタしちゃってね。なのでお餅食べたいななんてゲストの方と喋ったんですが、ゲスト、はい、この方、はい、花風リゾート付着コンドホテル水です。水、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。まあね、はい、1月一日に会いましたけどもね。会いましたね。はい、どうもお世話になりました。お正月そうさ、私ランチがね花風のブルーに行ったんですよ、はい、お肉をねちょっとあの家族全員で食べに行こうということでね、急遽北部をドライブした思い立ってね、花風に行こうと、水いるかななんて思いながらね、いやバリバリ仕事でしたからね、はい、いらっしゃって、で、まあ、新年早々ご挨拶一発目できたということでね、いやね、よかったですね。よかったですね。本当にもういないかなって、電話取らないし、あれ違う子が取るから、あ今日休みなのかなと思ったらね、水が笑顔で迎えてくれて、なんかほっとしましたけどもね。大丈夫です、私のアンテナがね張ってるんで、もう千葉のそうのおこうって聞いたらもうすぐですね走っていきましたちょっと待って待ってそしたらもう電話切られちゃったね。あの水さんいますかって聞こうかと思ったんだけど、まあ正月は忙しいだろうからななんて思いながらねだったんですが、相変わらず本当にたくさん美味しいものいただいて、うん、ごちそうさまでした。美味しかったです。ありがとうございます、はい、まあ、その情報もねまた改めて含めながら、はい、今日も花粉情報たっぷりお届けするんですけども、あとはミーズに任せます。はい、はい、ではまずですね、まあ、ランチからです、うん、まあ、定番のですねオレンジとブルーカラーの、まあ、皆様に情報をお届けしたいなと思います。はい、で Y& ダイニングザオレンジからですが、うん、こちらメインプラスとセミブッフェスタイルでランチをやっております。はい、お値段が1680円から、うん、でメインですがですね、パスタ、パエリア、リゾット、お魚、お肉料理もすべてございますので、はい、その中からお好きなものを選んでいただいて、うん、あとはメインディッシュをセレクトして前菜デザートはブッフェスタイルでお楽しみいただけるような形になってます。うん、そうですね、はい、うん、でこちらもやっぱりですねパスタがメインになってますね。パスタ の、 あの種類とかは変わるので、はい、うん、で皆様にねあのこの
パスタだけではなくてお肉もあるので、はいはい、何でもあの好きなもの食べていただけたらなと思います。金額もそんなお高くないので、そんなに、高くないですね、はい、私お魚もお肉もパスタも全部食べてますね。そうなんです全部食べてますね、はい、美味しいですね、うん、最近はですねパエリアも人気なんですよ。あ、パエリアはね私、はい、まだ遭遇はしてないですけども人気ありますよね。パエリア美味しいです。だぜひまだチャレンジしてない方は、はい、パエリアもぜひ食べていただけたらなと思います。はい、はい、また景色も最高ですからね。そうなんですね、まだちょっとね、あの1階の方なんですけど、すごいテラスからの綺麗なので海の景色が、はい、そちらもですね、まあ、晴れた日には抜群かなと。ああいいよね、はい、またオレンジに関しては晴れた日も夕日がすごい綺麗に見える。そっか、西海岸をね。そうなんですよでそれもね、あ、照らし合わせてまたディナー盛りをしていただけたらなと。ああ、またディナーはちょっと雰囲気変わるんでしょうね。変わります、かなり。外の景色じゃなくて中の空間を楽しむ感じ、うん、そうですね。そんなに大きくないから、大人な空間ですよね、はい、カフーの、 あの飲食するところはこうキャパがすごいだだっ広いとかじゃなくて、ゆっくり食べれるこうパーソナル空間みたいな感じですもんね、はい、気づいたらもう時間が2時間3時間経ってるんじゃないかというぐらい普通に経ちますね、はいはい、もうブルーもオレンジもゆっくりできるような空間ですので、はい、ここねおすすめですよ。おすすめです。オレンジもね、はい、まあ、いつもねブルーを結構強く押してるんですけどもオレンジもそうなんですよ。本当にあの、まあ、あのシーフードメインではあるんですけども、はい、本当にいろんなメニューがあって、あのお年寄りの方でも、はい、お子さんでも一緒にご飯食べに行けますからね、はい、でワインの種類が豊富なんですよ。そうなんですよね、またワインと合うのブッフェの料理も多くて、多いですね、はい、なんであのワインチョイスしてくれるようなソムリエも いらっしゃいますので、あら素敵ね、はい、聞いていただけたら、はい、ドリンクから、お食事から、こちら全部ご説明していた、ご説明して提供いたしますので、はいはい、じゃあオレンジのランチの営業時間紹介しましょうか。はい、営業時間がですね11時半からで15時までです、ただラストオーダーが14時半なので14時半までに入っていただければ大丈夫です。はい、そしてディナーは、ディナーはですね18時から23時です、はい、で22時がラストオーダー、なかなかこの時間まで空いてるホテルのレストランってないので、ないですね、だいたい9時にラストオーダーっていうパターンが多いですからね、はい、結構比較的あのカフェは夜遅くまで空いてますので、はい、まだ間に合わないって思わないでぜひ来ていただけたらなと思います。はい、はい、ね、オレンジ素敵なところです、はい、よろしくお願いします。さあ続いて、はい、では続いてブルーです。はい、はい、じゃあ琉球バーベキューブルー、こちらアジアンブーフェを継続して開催してます。はい、でこちらですね、まあそのたんが簡単に食べたはい、もう大絶賛の本当美味しかった新メニューがあるんですが、はい、牛ハラミのチーズダッ、あ、チーズダッカルビです、ね、これはね美味しかったですよ。チーズがたくさん入ってるの、入ってますねえ。 でもそんなにしつこくもないんですよ。いやいや全然、本当にすごい美味しいですよ。一番今まで食べた中で美味しかったかも、チーズタッカルビで。 ありがとうございます、ね、なんとなくねチーズタッカルビってこう鉄板に乗ってるイメージがあるんですけども、ね、あの結構こう土鍋に近いもの、壺に近いものそうなんですに入ってきて、これえ何間違いじゃないと思った中にねもうゴロッゴロのハラミも入って本当にキムチも程よい辛さでね、はい、そうなんですね、甘辛い感じになってるので。そうなんですよ、こうあのチーズのこの溶け具合とねバランスが良くて、あ、そうなんです、あのビールだったりワインだったり、まあ、大人が喜ぶ感じのメニューですね、あれね、はい、もうお腹いっぱいでした。でもあのチーズって結構ほらボリュームあるじゃないですか、はい、あります。なんかこれ一つでもかなりのね、はい、あの満腹感を満腹感ありますいただきましたけど、食べれないぐらいかなと。はい、でもね頑張りましたよ。え、でも本当にその段が美味しいって、久しぶりにこんなに美味しいっていうことが聞いたないぐらい大絶賛してくれたんで、ちょっと嬉しかったです。これはねあの真似できないなと思って。あ、これ美味しいですね。このまたチーズもこだわってるたりするので、まあこのチーズとのやっぱお肉の相性は抜群ってことをね、また証明できたっていう一品ですね。そうですね。これ完全なるもうあのブルーのオリジナルですからね。はい、うん、よそでは食べれないタッカルビとなってますから。はい、あのお値段がこれ2200円かな。2200円です、ね、はい、あのどちらかというとメニューでは一番高い方、これが、はい、そうなんです、ね、でも一番安いのが1500円。そうなんですよ、それも焼肉ですよね。そうなんですねなので1500円でもお肉が食べれる。そうで最大でも2200円までしかしないっていうところで、まあ、なかなかこのお値段で食べれることはないかなと。ないですね、はい、でそれでセビ、あのセビビュッフェ、あれ、はい、うん、はい、ですよね、ついてます。ビュッフェもねラム肉の何だったかな、不思議なものがあったね。
餃子ですか。あ、そうそうそう、はい、何だったかなと思って、あれもちょっとちょっと苦手なんですけどね。あ、そうなんですか。はい、食べてみました。ソースがねあるから、そう、あのソースと絡んで美味しいんですよ、ね、そう、あれだけだったらちょっとこう羊とかヤギさんが苦手な人はんって思うかもしれないんだけども、はい、私がそれだからなんだっけ、あのソースがね美味しくて絡めて食べると、お、かなり、お、いけるじゃんと思ってそうそう、美味しいんですよね。そう、そのビュッフェのメニューも本当に豊富でね、分かってるんですよ、メインメニューが来るって。はい、見たら取っちゃうんですよね、うん、そうなんです、そうなんです。でビビンバまで作っちゃいましたから私。わお、もうダブルですね。あ、もうきつかったですでも本当に大満足なねランチでしたけども、はい、まあ、1500円から2200円のメインメニューを選んで、はい、あとはもうこのセミビュッフェをいろいろ食べて、はいはい、ドリンクもねデザートもいただけるということなんですけども、はいはい、まあそれ以外にもこのメインメニュー以外にも変わり焼肉っていうのがあったんですよ、はい、あ、そうです、これも新しいメニューなんですよ、うん、はいはい、こちらがですね選べる3種なんですが、うん、7種類で変わり焼肉がありまして、はい、その中からお好きなものを3つチョイスしていただく、うん、そうっていうことなんですね、うん、であとはもうブッフェスタイルなんですが、うん、お値段も1850円。そうなんですよ、はい、ただ、はい、これのいいところは7種類の中好きなものを3つ選べるってところなので、うん、こちらがですね、まあ、辛いものスパイスだれもあったり、あと黒コショウのだれもあったり、うん、ハーブのタレ、はい、結構いろんなものがありますので、うん、この中から何を選ぶかっていう楽しみもあると思います。そうですよね、これなんか選ぶ楽しさがね結構私たち3皿ぐらいこれ頼んでたと思うんですよ、はい、みんな悩みながらねワクワクしながらでみんなでこうシェアできる感じでね、はい、いただけましたね。すごくボリューミーなんですよね、はい、このちょっとずつ来るのかなと思ったんだけど、1このフレーバーが結構な枚数入ってて、でそれを焼いて食べるもんですからね、お腹いっぱいになっちゃって、ね、やっぱ皆さんでシェアしていただくんだからこのメニューはおすすめです、かなり、うん、でサラダ のコーナーからレタスをいっぱい取ってきて、はい、巻いて食べたりとかやってましたね。さすがですね、うん、なんかこうサンチュの代わりにね、うん、でいろんな味があるからちょっと面白くて、あ、こう写真撮ったりとかしてね、ありがとうございます、はい、これもすごくおすすめだなと思いました。メインメニューももちろんねいいんだけども、はい、何人かで行くんだったらこれをシェアすると違う味のお肉をね、はい、食べれるので飽きなくずっと食べれるような感じがしましたけどもね。これが1850円です、うん、おすすめです。はい、はい、であとお子さん連れの方にも嬉しいね。そうなんです、うん、お子様セットも用意してるんですよ。そう、これはありがたい。どうしてもアジアンビュッフェとなると、はい、こうどうも大人向けな感じがね、はい、香草類とかね、ちょっとスパイシーなものが入ったりするメニューもちょこっとありますの で、 そ、 です、ね、はい、それを考えると本当にちっちゃいお子さんにはね、うん、お子様ランチプレートも用意してると、はい、うん、これが850円。もうかなりお得です、うん、メインプレートだけじゃなくてお飲み物もスープもついてるので、 そうですね、それがセットになってるので、うん、やっぱりどうしてもお肉、ね、苦手ってお子さんも見たり辛いのが苦手ってお子さんも見るので、はい、まあ、基本的にはお子さんプレートで、まあ、ハンバーガー乗ってるんですけれども、うん、そうなんですよ、まあ、みんながね好きなものばっかりしか乗ってないので、うん、あとはフルーツとかも少し入ってるぐらいなので、うん、ぜひお子様には食べていただきたいなと。やっぱ3歳から6歳ぐらいまでが、そうね、やっぱちょっとブッフェの料理が苦手って方が多いのでね、うんうん、このメニューを考案させていただきましたので、はい、ぜひお子様連れ の、 ご家族も来ていただけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まだまだいろいろお知らせありますね。はい、うん、でですね、じゃあランチは、まあ、オレンジとブルー、うん、このお二つはご紹介させていただいたんですが、はい、今度はですねディナーになります、うん、はい、で今ですねディナーの方でレストラン4店舗オレンジとブルー、はい、あとムクですね、うん、和食レストランムク、あとはデリアンドカフェってテイクアウトのレストランがあるんですが、うん、こちらは単品なんですが、はい、この4店舗で開催している、まあ、季節のフェアメニューをやっております、はい、タイトルがですね春を先取りピクニックです。もう今機関誌を見ながら私も聞いてたんですけども、彩りがもう春らしくてすごくいいメニューが並んでるんですよ。4店舗で行楽向けのこうバスケット的なね、そうなんですね、ものが、はい、販売されると、はい、いうことなんですね、はい、例えばですね、うん、まあ、ピクニックってだけなので、うん、どのレストランもね
カゴに入ってるんですよ、バスケットに。そうなのよ、はい、バスケットとかね。なのでテーブルに持ってくるときはこのカゴのまま持ってって、うん、そこを開いて、こういうものですって料理を説明するんですが、なので玉手箱みたいな感じですね、まずは。そうね、持ってって開いたら、わーびっくりっていう感じです。まあ、見た目もまず楽しめるんですよ。はい、で料理の内容も各レストランによっては違います。はい、そうですね、デリア2階にあるデリアンドカフェっていうところはですね、まあ、基本的にサンドイッチとサラダがメインになってきます。そう、ワンパックサンドイッチってやつよね。そうなんです。あの具だくさん、もうパッツンパッツンのサンドイッチ、はい、すごいよこれ。そうそう、それがメインなんですが、なんとまたお値段も安いんですよ。本当だ。そうです、サンドイッチとあとサラダとフルーツのちょっとケーキも入ってまして、あとドリンクもセットになってるんですね。うん、でそれでこのピクニックのボックス2人で3000円なんですね。あら、すごいね。これ1人1500円ってこと？はい、そうです。え、あ、これはかなり安いかも。サンドイッチにサラダに、はい、サイドメニュー、サイドメニューもあります、ついてます。デザートとドリンク、はい、はい、そうなんですね。そうなんです。あとはなんかちっちゃいお弁当箱も入ってるので結構これでお一人様1500円で、2人で写真についてのは2人なんですが3000円、はい、結構お得なんですよもうサンドイッチ1個でもお腹いっぱいになるのに。そうだと思います、はいはい、これはあの今流行りのワンパクサンドイッチという感じなんですね。です、はい、これだけのメニューがふんだんに揃っててお二人で3000円、はいはい、うん、でもこれはですね、デリアのカフェなんでサンドイッチとかあのがメインになってくるので、はい、まあ、今回はサンドイッチをメインに作らせていただいたっていうメニューになります。はい、で次がですねブルーになります。うん、ブルーはやっぱりどうしてもお肉ですね、はい、お肉のピクニックにかけてピクニックとタイトルをつけました。ピクニックピクニックはい、これはあのさっきあの園子さんも言ったみたいにあのお野菜にお肉を包んで召し上がっていただくようなスタイルなんですよ。うん、なので15種類のお野菜とあとこのアグー豚、うん、でサムギョプサルをちょっとスタイルでやってまして、はい、お肉をこう包むんですね、サラダに。うんうん、なのでこれは相性抜群で、あのちっちゃい小瓶に入ってるのが、うん、あの調味料なんですよ、タレで。あ、お好みの、はい、お好みのタレをつけていただいて、うん、それあの包んでお召し上がりいただくような形になります。うーん、やっぱどうしてもブルーはお肉がメインなので。そうですね、はい、やっぱりねバーベキューレストランですからね、はい、でも野菜もたっぷりなので、はい、野菜もあのちょっとドレッシングにつけてそのまま食べていただいても結構です。はい、はい、こちらがお値段がこちらも2人前で3400円。お安いんですよこれも。焼肉なのにかなりのボリュームです、これも。そうなんだ、はいはい、ぜひディナーでもこれだけ値段なんでぜひ来てください。ディナーでこの値段ってかなり安いですね。はい、ホテルじゃないですね。そうなんです、ホテルじゃないんですよびっくりしますよね。びっくりします。もうそのままカゴ持って帰れるんじゃないかぐらい安いですねはい、本当ですね。テイクアウトできないんですけど、ね、まあ、テイクアウトできる、ちょっとできないですね、できるかなぐらいのあれですね。うん、はい、はい、で続いてはですねレストランムクになります。和食、はい、うん、和食もまた豪勢な、あと おせち料理にちょっと近いです。そうね、はい、あの木のこう重箱にしっかり入ってる感じなんですけども、はい、で重箱に入ってまして、タレも3種類用意してるんですが、うん、やっぱ和食となると海鮮物が多いんですね。そうですね、中には車エビ、あらすごい、マグロ、イカ、あと島ダコ、アワビ、もうこんだけ入ってるんです。ウニで、シャコガイ2倍、もうこれだけの高級食材ばっかりじゃないですか。高級食材です。あと島野菜もあの入っててふんだんに、うん、色とりどりに仕上げたもうピクニックにふさわしい重箱なんですが、うん、すごい綺麗なんですよ、色も鮮やかで。あ、これはお刺身好きの方にはちょっと贅沢ですよね。もう贅沢です。でなんかつけだれもちょっと独特ですね。独特です、はい、うん、あとシークワーサーのポン酢も入ってまして、はい、あと酢味噌も入ってるんですが、やっぱシークワーサーってところが沖縄の良さを取り入れてるところかなと思ってまして、うん、ね、あとアーサ醤油、アーサ醤油、アーサが入ってるお醤油ってことですか。はい、美味しかったですこれも。なんかとろみがあって美味しそうですね。はい、うーん、でこれもぜひですね見逃せないかなと思いますので、はいはい、でもさっきはサンドイッチできてお肉、うん、で次は海鮮物、うん、でお刺身も入ってる。で最後が、はい、オレンジです。あ、オレンジさん、はい、はい、うん、こちらがですねオレンジもピクニックじゃ2人で3000円。これもデリアンドカフェと同じ値段です。はい、3000円で、あとちなみにシーフードのミニハンバーガーですね、うん、あとはじゃあちょっと見えづらいんですがバーニャカウダみたいなちっちゃいやつありまして、ね、うん、あとはグラタンですね、うん、入ってます。
でそれを一つのバスケットにしまして、これもお二人様で3,000円で提供いたします。うん、何面白いのがね、赤パプリカのフィナンシェ、はい、焼き菓子がパプリカが入ってる。入ってます。フィナンシェっていうのはあのあれですね、あのヨーロッパのフランスのお菓子なんですけど、はい、バターがたっぷり使われたね、美味しいお菓子なんですけど、私が一番好きなお菓子なんですけども、赤パプリカが入ってるだけあってちょっと赤みがかったね。そうなんですね、フィナンシェなんですけども、これが揃ってるんですね、はい、またこのお写真も可愛いですね、うん、やっぱりちっちゃなハンバーガーってすごくあの女性としてはこの細かい細々としたものってワクワクするじゃないですか、はい、そうなんです。見てるだけでね、なんか食べるのがもったいないような、そんな感じがしますけども。そう、でもあのオレンジに関してはこう一つ一つちっちゃいのでつまめるような形になってるんですよ、やっぱり。あら、じゃあワインじゃないの。そうなんですね、やっぱりそれも考えられてこのメニューも考えられてますので、ちょっとワインじゃないの。はい、はい、なんで値段もですね、まあ、3000円から一番高くても5500円までですので、うん、ディナーでこの価格はなかなかないと思います。はい。でまたぜひこちらね、ディナーでご利用ください。はい。はい、でもう一つもう特別特集がございます。何でしょうか。それはですね、以前夏でやっていたイベントなんですが、うん、はい、サーフ&ターフ、こちらはまた復活させます。お、これね、面白い企画ものでしたね。はい、こちらがですね、お値段がお一人様4,000円、うん、で今回ソフトドリンク、ま、前回別だったんですが、はい、ソフトドリンクの込みになります。あら、込みになっちゃった。はい、うん、なってまして、これがまた飲み放題なんですね、ソフトドリンクがなので、でなんですけど、まあ、それだけじゃなくて、はい、このお値段4,000円の中になんとコンボバッグ、ミックスサラダ、トルティアチップスなど、ガーリックトーストもパスタも入ってまして、うん、これがテーブルにこう全部ミックスされたのが出てくるんですよ面白いね。テーブルに並んでるの。並んでるんですよ、ずらずらガーッと、はい、うん、でこれがですね、また食べ方が面白くて、うん、はい、もうお箸もフォークもナイフもなしです。全部手づかみなんですよ。これね、大人気だったみたいですね。大人気でした、ね、もう好評でした。ホテルで手づかみでご飯食べていいよなんていうとこ聞いたことないですよ。ないですね。テーブルマナーのね、形がありますから、はいはい、それをあえて手で好きなものを取って食べてどうぞと、はい、いうことなんですね、はい、面白いな。これいつからスタート、これがですね、10日からなんですよ。あ、つい最近。本当にもうつい最近です、うん、本当に2日前ぐらいに開催したので、うん、もう本当にほやほやの情報でございます。あら、はい、まあこれもまた人気あるから予約した方がいいですよね。あ、もうはい、ぜひ予約制になってるので、うん、はい、当日ご予約でも全然構いません、はい、例えば一度試したらね、やみつきになるんですよ、癖になります、これは、うんうん、やっぱりあの家でも手で食べないじゃないですか。食べない。そう、それをまたこうソフトドリンクも飲み放題もついてまして、うん、このお値段なかなかないかなと。ないね、はい、パスタも手で食べるというないね、はい、家族でね、お子様でも食べれるものがいっぱいなんですよ、うん、コーンも入ってますし、うん、あとトルティアもチップスも入ってれば、うん、もうガーリックトーストもお子様が好きなものばっかりですね。ポップコーンとか相性いいらしいね。あ、もう相性抜群です。なんかね、食感が楽しめるって聞きましたけども、はい、これがとうとう定着するかな、はい、そうなんですよ。カフーの出てくればいいけれども、ね、っていうところですが、うーん、あとソースも3種類あるので、はい、その3種類を選んでいただいて、うん、お好きなもソースを使って、うん、つけていただいて食べると、うん、またより一層味も変わって、はい、食が進むなんかなんだろう、つかみ放題みたいな感じでどんどん口に運べるとなると、そうなんですよ、もうどんだけの量を食べてるか分かんなくなっちゃうかも。分かんないと思いますね。とりあえずひたすらこのテーブルにあるの食べるっていう感じになると思いますが、はい、それでも楽しいと思います。みんなでこう食べるっていうのは、うん、絶対ですね、ご家族だったり、まあ、お友達ですね、はい、友人でもいいですので、うん、ぜひ皆さんでこう手で食べてみるような新しいスタイルのお食事を楽しんでみてください、はい、これはディナーのみってこと？はい、ディナーのみになります。これも面白い企画をね立ち上げて、こう皆さんから人気があったということで復活したということなんですけどもね、はい、いつまでとかいう期間は今は設定はしてない。はい、設定してないですね。やっぱり人気商品だったので、うん、できるだけ長くやろうとは思ってます、うん、ただですね、やっぱどうしてもゴールデンウィーク前になっちゃいますと、またゴールデンウィークのメニューとかも出てくるので、はい、一旦また中止になるかなとか思うんですね、はいはい、それまでにはぜひ一回来ていただきたいなと。そうですね。で、先ほどランチだけって言ったんですけど11時半から受け付けてます。
ディナー、え、あ、ランチディナーとも、そうですそうです、あのじゃあ要予約制で、はい、あの時間をおっしゃっていただければいいってことですかね。で開催の時間が11時半から22時ラストオーダーまで、うん、なので結構長い時間やってますのですごい。でこれね、あの食べ放題みたいになってるじゃないですか、はい、時間制限とかはないの？いや一人1時間とか。いや特にないんですが。もうある分全部食べていいの？はい、やっぱこれだけのお料理が出るので、まあ、時間差で出てはきます、うん、やっぱそうですね、2時間ぐらい見てた方が全部出し切るまでにちょっとそれがあるので、はい、でテーブルの方であのサラダとかもこちらでミックスしてパフォーマンス つけますので、はい、はい、なのでこれがまあブッフェスタイルではないんですよ。もうテーブルにスタッフが持ってきて、持ってきて、はい、座ってるだけでいいの？はい、座ってるだけです。もうひたすら手で食べていただければ。やばいね。はい。なんだかあのな至れり尽くせりで悪いことしてるような気がする。はい、手づかみで食べちゃっていいのかいいのかとか思いながらね。はい、こういう時だけ贅沢してね、うん。手で食べていただくような楽しみも味わってください。はい、ありがとうございます。はい、今回も食に関して盛りだくさんな。情報をお届けしましたね。はい、そして先月か、録音放送だったんですけども、はい、あのパックの紹介とかね、コスメの紹介なんかもしたじゃないですか。しました。あれもね、またお正月1日の方に、あのショップの方に行ってね、確認してきました。ありがとうございます。そうなんですよ。もう、私の実の姉とね、これだよっつって、あ、そうかそうかってね、話をして、はい、やっぱりね、ああいうショップとかも見るとね、あのカフーオリジナルの蜂蜜漬けとかだったかな、蜂蜜漬け、はい、そういう商品もあったりとかね、見てて面白いですから、うん、ぜひレストランご利用した際にはね、そういうショップなんかも見ていただけると、カフーってそのホテル棟とかアネックス棟ごとに香りがちょっと違ってね、はい、そうなん、違うんですよ、アロマの香りがすごく気持ちよくって、はい、それも売ってるんですよね。売ってます。オリジナルのアロマオイルが売ってて、はいはい、これもね、なかなか手頃な値段で買えるんですよ、はい、で、ホテルのこう、ね、香りを嗅いで、あ、この香り持って帰りたいなと思ったら、ぜひね、ショップに販売してますので、はい、そちらもぜひご利用いただきたいなと思います。はい、お待ちしてます。ぜひよろしくお願いします。ね、ミーズが来るとさ、ツイキャスもやっぱりね、人気だね。ありがとうございます。タロちゃんも、久しぶり明けましておめでとうございましたと来てますけど、ね。おめでとうございましたか。そうね。野の中の銀のホトルさんも明けましておめでとうございます。ミーズちゃんって。はい。ね、そしてタイゴさん、こんにちはって。今年もよろしくお願いしますって。再来年もよろしくお願いします。再来年も。早いな。早いですね。最後さん早いよ。気持ちが早いですね。ね、うん。水さん、咳込んでるけど大丈夫？インフルエンザではないよねって。インフルエンザじゃないですよ。大丈夫です。大丈夫です。ちょっと寒いからかな、今日。そう、寒いとね、鼻水出てきません？出てきます。ね。それでちょっと乾燥しますよね。そう、むせちゃうんですよ。なので、大丈夫です。私たち、今年は風邪ひかないもんね。はい。よく食べて育ちます。よくわかんないけどね。よく食べて育つというね、水さんとね。はい、育つです。はい。で、後半、ね、お知らせ終わったんで、後半のもしもしやも。はい。あんたの夢叶えたろか。あ、いいですね、そのタイトル。ミーズはでっかい夢を言いそうな気もしますけどもね。あ、もう叶わない夢でもいいんですよね。あ、はい、もちろん、叶えたろかって言われたら、うん、ですよね、うん、なので、はい、考えておいてください。はい、わかりました。一旦 CM 挟んでね、そのコーナー行きたいと思います。
立花園子のハピスマアフタヌーン。お送りしております千葉なその子のハピスマフタなんですけどもね、私たちの食べ物の話でなんかもう野菜野菜ってなってる人いるかもしれないなと思いながら、もうこの野菜で寒さもぶっ飛ばしましょうねそれしかないですね。はい、さあ水、はい、ね、今日水がゲストに出ていただいたということで、はい、リスナープレゼントを毎回素敵なものがあるんですが、はいはい、今週はまあ、その他が元旦に来た、はい、琉球バーベキューブルーのランチペア券、うん、まずお一組です。はい、はい、でもう一つがザ・ワイ・アー・ワイ・アンド・ダイニングザ・オレンジですね、うん、のペアランチ券をお一組で、はい、ありがとうございます。計、はい、二つです、ね、どっち選びましょうか、はい、皆さんどっちも送りたい方は2つ送らないといけないかもしれない、ね、どっちでもいいよっていう方は1つでもいいんだけども、はい、どっちもおすすめなんですよ。そうなんですよ。ねえ、はい、これね、悩むの。悩みます。今気分は焼肉かもしれないけども、もしかしたらオレンジ行ってはヒットっていうかもしれないしね、はい、そういうのもあるから両方送った方がいいような気もしますけども、はい、ね、今週いっぱいの受付となっています、はい、ね、必ずね、本部にはお名前とご連絡先、件名にはひるラジリスナープレゼントと書いてください。これないと何だろう、この応募のフォルダにこう仕分けされないんですよすごいリアルなんか事務的な話なんですけども、抽選ね、結構たくさん、メールいただくので1週間通して募集出してますので、必ずね、ヒルラジとかこの番組が分かるような状態でメールを送っていただけると、ね、助かります。例えば本部にね、その子さんとか、なんか花粉の水がとか書いててくれればもう自動的にヒルラジのフォルダに入ってくると思うのでね、でただできれば皆さん必ず懸命にヒルラジって書いてほしいな、もしくはメールフォームからだったらね、番組名って書くとこがありますので、そこにね、ヒルラジって書いといてくださいよろしくお願いします。さあ、そんなメールがいくつかまた来てますので紹介していきましょうね。まずはこれかな、トントン、うん、ああ、マシュマロおじさんだ、ありがとうございます。そのたん、こんにちは、マシュマロスターマシュマロおじです。今日はいかがお過ごしですかと、猫とゴロゴロしてましたよこの後は出かけなきゃいけないからね、午前中のんびりしてましたけども、さて今日のもしもしあんも、あなたの夢叶えたると言われたらですけども、僕だったら何でもいいと思いますって。あら、欲がないね、マシュマロ王子だから全てが揃ってるのかしら、王子様ねえ、私たちこう、どちらかというと一般庶民としてはね、あれも、これも、あれも、これもってあるんですけど、さすがマシュマロスターですね。すごいですね。何でもいいのね。うん。でも、昨日事業所で、ワードの模擬問題をやったので、ワードの試験で3級を取ることじゃないかなと思います。あ、夢はね、ステップアップだね、じゃあね。頑張ってください。でもね、日々の努力が結果は必ず生むからね、マシュマロおじさんね。頑張ってると思うので、応援しますね。頑張ってよ。うん。まあ、でも、無理しない程度にね、自分のペースっていうのがあると思うので、まあ、サポートする方々のね、いろいろご指導を受けながら、しっかりとお勉強なさってください。頑張ってくださいね。ちょっと曇っていますけども、生放送頑張ってねって、それと、プレゼントよろしくですと。この一言大事なのよ、うん、大事ですね、ね、水ね、はい、大事です。あら、嬉しいと思うよね、うん、はい、ありがとうございます、希望してくれるのね、はい、どっちなんだろうね、まあ、そこ多分どっちでもいいんでしょうね、あ、そういうことか、そうですね、はい、あまりもう どっちでもいいんですちょうだいみたいな、当たればいいみたいな感じですか、うん、いいと思います、はい、さあ、そしてこの方、安倍門さんです。寒い日が続きますがお変わりございませんかと、うん、多少変わるけど若干ね、鼻だれですけどね、なんか寒いと乾燥すると鼻垂れ小僧になっちゃいますけどもね、はい、安倍門さんの今日のもしもしやも、豪華客船に乗ってみたいですねって、ああ、それもわかる気がする。ヨーロッパから今結構就航してきてるのが本島の、内地の方にいっぱいあると。で、こっちは台湾とかアジア系からのね、客船も入ってきてますけども、なかなかなんだっけ、一時期すごい飛鳥号とか、日本の豪華客船、流行りましたよね。流行りました。神戸港から関東に来る、こう、ちょっとしたツアーに乗れるとかありましたけど、はい、あ、でも豪華客船。
プールとかこうやってスライダーのプールがね、いいですね、いいですね、いいよね、うん、できない、なかなかできない。あれってさ、船旅ってさ、お金と時間に余裕がある人じゃないと絶対に無理よね。その子さん酔わないんですか？あ、私船全然、あ、じゃあ酔うの？いや、物によりますね。あ、サバニとかだったらさすがにダメだと思うけど。私もダメですよ。あの小舟ね、はい、あ、でも私は酔わないかな。いや、私微妙なんですよね。あ、長ければちょっと。え、全然。あの昔ダイビングやってたから、ボートに結構乗ってて、あっちこっち行ってて、その揺れが好きでしたね。あ、そうなんですか。いや、私持って1時間かな。え、本当？私はあの名古屋まで船旅したことあります。いやいやいや、無理ですよ、私絶対無理です。夜ね、トビウオがいっぱい飛ぶんですよ。それが月の光でキラキラしててすごく幻想的でしたね。やっぱ 船の旅っていいですね。いや、私にはなんかよく分からないかも。分かんない？いや、あの一度友人で乗ったことあるんですけど、うん、すごいなんかイルカがいて、うん、あれ綺麗だねって言っても私それどころじゃないんですよ。あ、うーんとか言いながら。嘘でしょ。イルカ見れたらもう興奮しちゃうけどね。するじゃないですか。後でちょっとシャメを見て、あ、綺麗だったなと思い返しましたけど。マジか、はい、マジか、かわいそうだな。なので私はその、船酔いを直してほしいですね、叶うならあれば、はい。まあ、一つ出ましたね。一つで。あ、じゃあ私はイルカと泳ぎたいですね。あ、じゃあもう一つ一つね、はい。あ、でも安倍門さん一生かかってもいけないような気がしますって。あ、わかんないよ。そうそう、わからないですよ、ね、長い人生どんな出会いがあって、うん、どんなタイミングがあるかわかりませんから ね、ぜひ願ってください、はい、もちろんリスナープレゼントもお願いします。 ありがとうございます。ということでね、安倍門さんもカフーはブルー行ったことあるって聞いてますよ、私は。うん、美味しかったって言ってましたけどもね。さあ、そしてこれ太郎ちゃん久しぶりじゃないのね。え、タロスケ元気ですか？タロちゃん大丈夫、生きてるかな。タロちゃん風邪ひいちゃった。去年のあのFM 講座の大忘年会、水行きました？はい、行ってないですよ。仕事、うん、行けなかったんですよ。あの時真っ赤っかなモヒカンで来たらしいですよ。サンタクロースの格好して。だから風邪ひいちゃったじゃないですか。さすがモヒカン野郎だなと思うんですけどね。タロちゃんはやっぱモヒカンがお似合いですからね。うん、そうですね、まあ、イケメンだからさ、うん、かっこいいじゃん顔が。何やっても似合うんだよ。あ、悔しいけどね、認めざるを得ないタロちゃん。見たかった、その赤いの。あのね、写真いっぱい Facebook とかに上がってる。本当ですか、うん、チェックしますね。のほんそのちゃん、水こんにちは。年始早々風邪をひいちゃった太郎助ですと。今日から東京ドームでふるさと祭り東京があり、明日参加しようと思います。今日朝やってたテレビで。え、本当ですか。うん、沖縄からは中野町青年会と損田青年会がエイサーを披露しに来てくれますと、うん、さあ明日は飲むぞって。こいつさ、いつも沖縄のイベント関東でやるときさ、ビール片手に写真絶対あげるの。タロちゃん最高だよ ね、 いいですね。沖縄の人より沖縄愛してますね、かなりね、うん、なんだろうね、この魅力って ね、 いいですね。県外の人がここまで沖縄のことを好きになってくれるって、うん、私たちは普段ねここにいるから当然のごとくのエイサーだったりとか、そうそう、食だったりするんですけども、かといって彼らのように他県のものに熱中してるわけでもないんですよね。そう、そうですね、確かに神戸のスイーツ街が行きたいとかさ、うん、そういうことはあまりないんだよね。あ、じゃあ今度教えてください、タロスケさん。ね、タロちゃんまたね、あの沖縄に来いよ、沖縄の魅力を、うん、タロちゃんが沖縄来るきっかけに、私が来ないと罰金3万円だよって言ったからなんだよね、確か。あ、じゃあそれか、脅されてるんだね。脅したら来たんだよ、脅した、脅しですね。でもこれがきっかけでね、 FM 小座と深く関わっていただいてるんだね。今年もよろしくね、タロちゃんね。よろしくお願いします。ありがとうございます。なんか嬉しいよね、あのこうやってメールいただけるのね。あ、そしてムーネー先生からも来た。お、久しぶりですね、うん、先週番組でね、紹介したんですが、クリスマスカード送ってもらってて、今年受け取ったんですよ。そうなんですね。で、お家で、はい、あの大事に読ませていただきました。ムーネーさん、ありがとう。聞いてるかな今日。その子さん、水さん、こんにちは。ムーネー先生です。水さん、年賀状ありがとうございました。いやいや、とんでもございません。あら、いや、ムーネー先生からもらったんですよ。えらい、もら、あのお手紙もらったんですよね。あ、本当。もらいました、もらいました。ホテルに、ホテルに来てました。ムーネーさん筆豆なんですよね。すごい嬉しくて。嬉しいよね、あれね。いや、すごい、ちゃんと また届いたっていうのにも感動して、うん、はい、なんか、いや、年賀状たまクリスマスの時期だったんですよ、届いたのが、うんうんうん、いや、もう返すんだったらね、あの年賀状でと思って返したんですが。水豆ね、あなたも。私年賀状一切誰にも返してない。反省ですね、これ。いや、もっと本当はね、
っとちゃんと綺麗に返してあげたかったけどなと思ったんですけど、うん、またあのラジオでお会いできたらなって。そうね、はい、また今年も会えるといいなと思うんですけども、はい、あなたの夢を叶えるならとご遠慮させていただきます。どうしたんだろう。人に叶えてもらうものと自分で叶えるものなら私は後者を取ります。自分で叶える。お、何かを達成しました、叶えましたと、大切なのはそこにたどり着くまでの道が 大切だと思っています。それは道は道でも、あの未来と知るっていう字ね、未知の道だから、はい、うん、ああそっか、他人が用意してくれた道を走るより自分の道を行くというゴーイングマイウェイが楽しいのです。28歳になったばっかりなんですが、気がつけば味噌汁も目の前FM 小座 FM ギノワンと出会えたことでいい意味で人生が変わった私、たくさんの方と出会えてる私、時々感謝の気持ちがこみ上げてきて一人で泣くこともあるんですよ。あらもう嬉しい、みんなに守られてる感じがしてねって。もちろん他力もいいんですけども、それはサポート。自分で夢を叶える、希望を叶えることはこれまでに会った方に対する最高で最大の恩返しだと思っていますと。叶えた時はそれを何らかの形で報告することも大切ですよねって。大人だね。大人ですね、ムーネー先生。いや今ちょっとしんみりしちゃいました。ムーネー先生、もうムーネー大先生ってつけようかな、うん、あの名前変えた方がいいですよ。 大先生ですね。しましょう。でもそうよね、やっぱり叶えてもらうものではないんですよね、うん、そうですね。あの夢があるからこそね、その道を一生懸命極めようとかね、うん、頑張って目標を達成するために勉強しようとか努力しようっていうのはありますからね、はい、ムーネー先生頑張ってください。いろんな夢が多分膨らんでるかなと思います、うん、あなたの中でね、頑張って。さあ、ミズ、はい、叶えるならどんな夢？私ですか？うん。じゃあですね、豪邸です。おれ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 そこか。あの、お姫様みたいな。おい。ドレスを着て。おい。ちょっととりあえず豪邸に。いや、いいんです。贅沢言わないんです。1ヶ月だけでいいんですよ。え、住むってこと？ 1 ヶ月だけ？ 1 ヶ月だけ住んで。自分のものじゃなくて？いや、あ、別に自分のものじゃなくてもいいですよ。あのとりあえずあのそういうお姫様みたいなドレスを着て。あ、そうなんだ。もう何もしなくていい。もうご飯も出てくる、掃除もしてくれる、で家来もいっぱいいる。もう行くところどこでも、船でも、ね、飛行機でも何でも出してくれる。そういうちょっとすんごい贅沢な1ヶ月を過ごしてみたいです。本当に小学生レベルのこと言ってるね。いや本当に夢ですよね。夢、うん、もうそんなもう夢に出てくるようなことをね、叶えてくれたらなって思いますけどね。まあ叶えてくれる王子様をね、ちょっと見つけて頑張ってもらおう。どんだけ金持ってても多分無理ですよ。アラブの王子様とかね。あ、アラブですね。わかんねえよ。長い人生どうなるか分かりませんけど、はい、私の夢はね、できればね、うちのタマ様の病気を治してほしい。あ、これだけかな今のところね。うん、あの病気が治ったらもうちょっと長く一緒にいられるかなっていう期待を持ちながら、なかなかね、猫の病気ってもう治らないんですよね。だからまあ、なんだろう、長生きするようにっていうよりも、彼が猫人生を楽しめるように私は頑張ろうかなと。今日も撫でながらね、なでなで、彼が鼻を匂ってくるんですよ、クンクンって。まあまあ可愛いとか思いながらね、この子が長生きしてくれるのが夢だななんて思いながら、なんか母親の気持ちでしたけど。まあそんな感じでね、はい、いろいろ皆さん夢あると思いますけども、ムーネー先生の言ってるように、はい、夢がある方は努力してください。頑張りましょうね、今年もね、はい、さあということで、改めて今日のゲストこの方でした。はい、カフーリゾートフチャッコンドホテルのミズでした。はい、ミズありがとうございました。ありがとうございました。昼ラジ千葉なその子のハピスマアフタヌーン、この番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場ニューサンワ、沖縄市の丘の上沖縄グランメールリゾートの提供、他各社の協力でお送りしてまいりました。また千葉なそのことは来週お会いしたいと思います。チャオバイバイ。一発目のチャオね。ねでしたね。